で、漫画研究部っていうところに所属してて、うん、漫画書いてました。大喜利とかの時だけ、便利です。<laughs> <laughs> 今回は、漫画家アシスタントの経験を持つ。金額に、桃沢さんと、おすすめの漫画トークだにゃ。 知ってました僕桃沢さん文学部でも本当に最低ライン読まなきゃいけないやつだけ読んで<ー>4年間やり過ごしてたんで全然、はい、<laughs> 詳しいわけじゃないです全く、はい、ゲストの金の国の桃沢さんは大学で文学部専攻漫画研究会に所属しプロの漫画家のアシスタントも経験した人なんだって でも正直私大学出てないんで文学部が何やってるか知らないんですよ俺もろんな何ていうか研究のジャンルがありますけど僕がやってたのは「近現代文学研究」みたいなので小説をそれこそ今売られてるような小説とかを読んでその小説に関して考察をするみたいな。文学って言ってみれば読み方に正解なんてないというかそうですね。 誰を何をもって採点して優劣つけんだろうっていうねい,い,いやだから本当にそれの正解が人それぞれ違うからうあのー、この小説について研究した同士でこう議論するみたいなこっちが正しいだろうみたいな、はい、多分そういうのが好きな人がやるんでしょうねなるほど <laughs> 口喧嘩好きなんだ喧嘩じゃなくてもねはい。でも今ではねもうキングオブコンと 始め活用されておられますけど、ええ全然全然。これやっぱそのシチュエーションってやっぱ文学部人文学部で培ったインプットしたことっていうのやっぱネタに反映されてる分とか多いんですか。ああでもなんかそのまあ高校までの勉強って暗記じゃないですか。大学に入ってからなんかそういう考えるってことをするようになったから、まあなんかそのなんだろうな辻褄が合うようにこう考えるとかはネタを作る上で役に立ってるような気は。 うんうん、しますね。まあでもあとでかみちゃん、そのでもねその大学時代文学部生きながら漫画研究会に所属してたと。漫画研あそうですね漫画研究部っていうところに所属してて、うん、漫画書いてました。書<ー>、はい、いてたんですね。まあなんか武士みたいなの出さなきゃいけなくて、あそうそうそれを書いてたりとか<ー>あとまあその 漫画研究部で知り合った方のご手でアシスタントも後藤幸子さんっていう漫画家さんのアシスタントもちょっと一時期させてもらってたというか、友達たちと遊んでてこうさらっとなんか犬の絵とか書いてくれた時にめっちゃうまくてびっくりしました。上手 <laughs> <り> <laughs>、ま、みたいな。鍛えられてますよ、それ漫画のシスタント。そりゃそうなんですけどね<ー>。大喜利とかの時だけ便利です。<laughs> <laughs> 絵描くから。わかりやすく<ー>みたいな。でがね今日はねもうこれ一応本の。うん チャンネルなんで、今度番組のユーチューブさんのおすすめ本を。今日いただけるということでね。あ、はい、桃沢さんね、このやっぱ漫画、番犬にいましたんで。今日漫画を一押しで、一持ってきてもらってますよ。はい。ご紹介してもらいましょう。はい。これですね。僕一番好きな漫画なんですけど。松本太陽さんのピンポン名作ですね。名作。これは、ささ、読んだ。読みました。僕も。私は映画しか見たこと。ああ、そうなんですね。これちょっと漫画で読んでほしい。二千二年に。 久保塚洋介が主演を務め映画化された「ピンポン」は幼なじみの2人が同じ高校の卓球部でインターハイ優勝を目指し奮闘するスポコン漫画。まあ、側,側ででいうと、まあ、卓球漫画ですよでねこれ文庫本なんですけど、うん、文庫版のピンポン。うん これ3巻でで終わるんすめちゃくちゃ読みやすいっていうのもあのー、なんか名作ってちょっと流そうとかあるいやそう私も完全にピンポンってスポコンの長い漫画だと思ってたた、ね、いて<や>の漫画って人気が出ると編集者が長引かせようと思ってそう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 もうそ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 ううそ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 うこれで出来上がってる最後までなんか想定された感じがするというか、うん でね、これ、あの、絵が格好いいんですよ。松本太陽さんの絵が最高にいいですよ。うん、そうちょっとね、うん、最初のほあんまり慣れてない人はちょ、若干抵抗がある絵かもしれないですけども。その、卓球の球って、まあ、まあ、ここに書いてありますけど、はいはい、ま丸いじゃないですか。うん この丸い球を丸だけこう描いたらんか動き分かんないというか漫画だとなんですけどこうこういうねこういうんか分かりやすい動きが漫画の中でめちゃくちゃ感じられるっていうのがすごい野球とかサッカーは有名なスポーツだしバスケもそうですけどだから動きがんかちゃんと描かれなくても行間がなんとなく埋められるというか。 まあ卓球もね一般的なスポーツではあるから、うん、そこを埋められるは埋められるかもしれないですけど。細かい動きじゃないですか、言ったら。これを躍動感ある感じに見せられてるっていうのがね。うんうん、すごいかっこいいんですよ。えよ、ー、も。マジで、あとおしゃれ。ああ、ね、そなんか、ま、あの脇役がいいじゃないですか、その悪魔とかチャイナとか。本当にそう。そのね。 日の当たってない人が一番なんか最後気になるというか<ー>そうなんですよ作中でね最初は最強とされてるキャラの,そのメンタルの弱さとかドラゴンっていうキャラがいるんですけどあと、まあ、まあやっぱ自分が眼鏡だからとかもあるこここが彼が主人公なんですけどね <laughs> スマイルっていう,、ね、うこ彼にねやっぱり感情移入してしまうというか、うん、スマイルって名前なんですけど笑わないんですよずっと最後の最後どうなるかっていうねうあれがまたいいですよねうそうなんとあとペコっていう 二人が主人公の話なんですけど、このね、あの二人がま交わってないようでしっかりこうあの通じ合ってるものがあるっていう月と太陽なんですよ。え、金の国ってことですか？本当だ。え、おにぎり君と桃君いつか交わるんですか？いつかは交わる。今交わってない状態ってことですか？よくない。それよくないですよ。交わる。いや、僕らはダブルスでやってるからピンポンとは全然違う。戦ってない。そう、これでも本当に読んでみよう。 いい、一番いい漫画だと思うなって、すぐ読めちゃいます。しね三巻しかないっていうのもね、一個魅力的な要素の一個ですけど。アシスタントをしてた経験があるからこそ、わかる凄さとかってあるんですか。ピンポンに関しては、ちょっと、わ、かんない。レベルが違う。いや、どうぞ、どうぞ。チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。